はいどうも、フート TV のりさんです。今日はね、 OST について話すんですけど、まあ、ST 言語帳隠しみたいなことなんですけど、 OT もなんちゃらセラピーって言って、そのなんちゃらがめっちゃ長いんですよ。でも覚えてません、自分は。のりさんは無理で、あの OT について喋るんですけど、その前に自分がめっちゃ喋って、めっちゃめっちゃ喋って、相手の言われたことが、ああそうやねとかだけやったらめっちゃ辛くないですか。そこでのりさん的に思った必殺技を紹介します。必殺技はとりあえずジェスチャーをめっちゃ使うってことなんです。それでもうだいたい伝わりますね、ジェスチャーがあれば。まあ例えばジェスチャーなしとジェスチャーありの動画撮りますんで、見比べてみてください。ST で主にやってたことは、あの先生がこんなくらいの紙カードをにバタガラって書いてあって、それを読んでいくっていうやつをよくやってたんです。バタガラって書いてあって、めくってパタカラーとかパタカラーとか、でそのカードに消防車とか救急車とかヘリコプターとかいろいろ書いてあって、図ね、図が絵か書いてあって、めくって消防車とか救急車とかめくってめくって言ってくっていうのをずっとやってました。で、見たでしょ、もうジェスチャーリーは全然違うと思うんです、見た感じで。もう最初に会う人とかもう普通に喋ってると、もうこいつ大丈夫かとか思われるんですよ。それが結構辛いですね。でもう当たり障りのない答えとか出されても、もう自分らは分かります。まあこの人適当に返してるなっていうのはもう速攻で分かるんで、皆さんも気をつけてください。 ST で一番大事なことは何ですか？ ST で一番大事なことは伝えようとする心構えが一番大切です。はい、それでは次回もふわっと喋っていくんで、次回もお楽しみにしててください。それじゃあ今回はバイバイ。